X-43NB-52B から投下されるペガサスロケット先端に X-43 マッハ7到達時のコンピュータ計算による流体解析の投稿線図 X-43 は NASA で開発実験が行われたスクラムジェットエンジン搭載の無人試験機である愛称はハイパー X2004 年11月16日に エアブリージングエンジンを搭載した機体としては、最高速度となる時速 12,144km を記録した世界最速の航空機である X-43 は、実験を通して、極超音速飛行下のスクラムジェットの性能、挙動を確認するハイパー X 計画のために、建造された無人機であり、将来の最小型宇宙を換気に必要なデータを、 集めることが目的であった。計画は1996年10月9日に発表された A 型をはじめ B、C、D 型の機体が建造される予定であり、多くの実験が行われるはずであった。X-43B では複合サイクルエンジンの搭載が検討され、X-43C では炭化水素系燃料の使用が検討されていた。しかし、 高額な予算が計画遂行の障害となり、B 型以降の機体はキャンセルされ、また飛行計画も大きく削減された。2001年6月2日に行われた1回目の実験では加速用のペガサスロケットの不調で、空中発進後からわずか11秒後に稼働状態に至らずに太平洋に落下、機体を喪失した。この事故によって計画は遅延。 約3年後の2004年3月27日に2回目の飛行試験が行われ、マッハ6.83を記録した。そして2004年11月16日、結果的に最後の飛行となった3回目の飛行試験で、マッハ9.68の最高速度を記録した。この3回目の計画をもって、X-43 計画は終了した。機体規模は極めて小さく、 大人の身長ほどの前兆しかない。形状は X-30 のジェネラルダイナミクス案に告示したリフティングボディで全体で揚力を生み出す構造となっている。機体側面および上面つらに極めて小さな主翼と2枚の垂直尾翼を持ち、胴体下部に箱型のスクラムジェットを装備している。推進剤は液体水素を用い空気中の酸素を酸化剤とする。燃料搭載量は 1> 約1キログラムに過ぎない。飛行は、ブースター用に回収されたペガサスロケットの先端に、取り付けられた状態で、NASA の NB-52 に搭載され、1万メートル程度の航空から空中発進した後、さらに航空まで上昇。マッハ2まで加速、ブースターを切り離して、スクラムジェットを作動する。スクラムジェット燃焼時間はわずか10秒足らずで、おおむねマッハ10まで加速。 高度3万メートルを飛行する。エンジンカット後は滑空しながらデータを収集し、廃棄される。つまり機体は使い捨てである。X-43 計画は A 型の3回の飛行のみで中止された。後続の機体計画は液体水素ではなく一般的な炭化水素燃料を用いてマッハ7程度まで加速する X-51 計画であった。ありがとうございます。